釣れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今回は静岡県の浜名湖の中にあるですね、奥浜名湖ですねにハゼ釣りにやってまいりました。その模様を動画にしましたので、よかったら最後までご覧になってください。餌は青いソメなんですけども、実はですね、この青いソメは1ヶ月ぐらい前に購入して、で少しだけ使ってですね、自宅の冷蔵庫の中でずっと保管してありました。もうハゼ釣りにですね、出かける機会がなくって、一応フライフィッシングとかの方、管理釣り場とかですね、渓流の方に勤しんでましたので、ちょっと遠ざかってたって感じで、でなんだかんだで1ヶ月ぐらい経過してしまって、まあそれでもですね、青いソメちゃんと生きていまして、なんとか生きてまして、でこうやって使うことができました。タックルなんですけども、日清さんですね、宇崎日清さんの渓流竿をですね、5m500 ですね、包丁固めの竿を使ってます。それに 1.5 ナイロン 1.5 のミチ糸に、道具屋さんっていうですね、商品名があるんですけど、そこの天秤仕掛けです。脈釣り用の天秤仕掛けに小さな重りをつけて、でハリスはですね、0.85 のナイロンハリスをですね、銀鱗ですね、銀鱗のナイロンハリスを使ってます。針は、自分で結んでるんですけど、キス針ですね、キス針を使ってます。その中でも細軸の方のですね、細い軸のキス針を使ってます。すごく刺さりがいいので、YouTube とかでも多分動画があると思いますけども、相当刺さりがいいので愛用してます。今回の浜名湖はとてもですね、水が澄んでまして、釣ってるポイントはですね、本当に浅いところなんですけど、浅瀬がずっと続いてるところで、で見た目ですけど透明なので、魚がいるように思えないんですけども、餌をですね、砂地っぽいところにですね投入しますと、結構当たりがありますね。2、3分に1回ぐらいは、まあ、2分かからないかな、1分ちょっとぐらいですかねには当たりがちゃんときますんで、まあ魚はですねいるということですよね。でヘダイとかですね、セイゴとか、あと、クサフグですかねがちょこちょこと釣れました。でいずれもですね、やっぱりちっちゃかったので、やっぱり最終的にはリリースして持ち帰ることなく帰りました。まあギリギリ持って帰れるサイズのも釣れたんですけど、やっぱりですね、ちょっと時期的にまだちょっと早いのかなって気はしますね。
1.5 倍ぐらいですね、ちょっと大きくなれば喜んで持って帰って美味しくいただくつもりでいたんですけども、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと調査を兼ねてですね、まあ、餌も1ヶ月寝かしてありましたので、使えるかどうかもわからなかったっていうのもあるし、まあ、試しにですね、まあ、渓流ばっかりやってますとね、こっちのもおろそかになってしまうので、まあ、道具もやっぱり外に出して使ってあげないとということなので、もうこれから暑くなってきて秋にかけてですね、ハイシーズンになりますので、またハゼの動画上げさせていただきたいと思います。まあ、こんなこんなですね、いろいろ釣れました。今日はご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。失礼します。